お待たせいたしました。第5試合スペシャルシングルマッチ60分一本勝負を行います。ノーコーナー350ポイント吉江豊。ようやくたどり着いた森島戦、150キロ吉江豊。若コーナー360ポイント森島暴れ出すジャパニーズモンスター、160キロ森島たけしです。2人が入場しまして、この有明コロシアムが小さく感じられるようになりました。2人が大暴れするスペシャルシングルマッチ、リング崩壊の危機であります。こちらが150キロの吉江、対する160キロの森島、スーパーヘビー対決。さあリングは持つのか。今ゴング、体がぶつかる。通っていきます。両者の体がぶつかり合う音、有明コロシアムに響いている。その音に観客がこうする。160キロと150キロ。裏剣ぶつかり合っていく。最初にダウンを奪いました。森島が力負けをしたというこの序盤戦になりました。リングの上に残っているのはピンクのリングコスチューム、吉江豊、180センチの150キロです。リングの下にいるのは190センチ、160キロの森島だが、今ゆっくりと立ち上がった。まさか森島が、ぶつかり合い、その力比べで負けるとは、この有明コロシアムのお客さん、果たして予想していたでしょうか。さあリング、エプロンサイドから落としていきました吉江です。吉江がゆっくりと今場外、森島を迎えに行くところ、まさかタイプロからない。150キロの吉江が降ってきました。大の字は森島たけしです。この2人ですが、過去に一度だけシングルマッチを経験しています。2002年の5月26日札幌スピカ、森島対吉江。吉江がその時には17分17秒、ローリング裏剣勝利しています。8年ぶり2度目のシングルマッチを迎えました。森島としては今日勝てばリベンジにはなるけれど、もう8年前の自分ではない、そう試合前に語っています。吉江には鋭いバックブローがあります。まず序盤、力比べでまさか森島が押されているという立ち上がり。第5試合スペシャルシングルマッチ60分の一本勝負です。さあ森島を抱え上げてボディースラム、マットが揺れます。腰を押さえている森島、その森島をまさかブレンバスターか。森島を投げるか、160キロを投げるか吉江、全身の力を込めます。さあブレンバスターの打ち合いだ。どちらが投げてもすごいが、森島勝った。150キロ吉江を投げていきました森島です。今日は会場のどこから見てもその迫力が分かるプロレスを展開したい、そう語っていた森島たけしです。まあ、今ノアを引っ張る中心にいる、自分が負けるということはノアが負けるということと語っていた森島。肉体をぶつけるだけで場内がこれほどにまで沸きます。もう一発、二発のヒップアタックを顔面に受けてしまったという吉江です。まあ吉江は今年の1月横浜に参戦しまして、再三この森島とのシングルマッチを要求していました。森島との対戦がノアのリングに上がっている意義なんだと、そう語っていた吉江です。まあ、しかしここまで半年間なかなかシングルマッチが組まれませんで、これまでじらされてきたと怒りをあらわにしていた吉江豊。この有明コロシアムビッグマッチでシングルマッチが組まれました。さあ森島が行くか、おっと体で受け止めた吉江。
ていく。ボディースプラッシュ。さあ今度はお返しの時間だ、お返しの時間だ。夢のような、ため息のようなどよめきが起こっている有明。もう一発、そして押し付けていく、押し付けていく。精神的なダメージも与えていこうという吉江です。8年2ヶ月ぶりのシングル。しかしこの8年の間、森島は ROH 世界王者、さらにはあの三沢さんを破り GHC ヘビー級の王者にもなりました。さらには佐々木健介と GHC タッグ王者、そして今年の3月にはメキシコで石森とトリプレア世界タッグのベルト、数々のベルトを巻いてきた。さあカバーに入ります。カウント1つで肩を上げました。試合時間5分を経過しています。対する吉江ですが、2003年の6月には棚橋と IWGP のタッグ王者にも輝きました。その後新日本プロレスを退団、無我、トラディション、この2つのマットを経ましてフリーとなり、数々のマットを渡り歩きました。そして今このノアのマットを選んでいるという吉江です。ボストンクラブの体勢、体の大きなこの森島には非常に腰に負担がかかるという技です。プッシュアップでこの局面を打開していこうという森島。今日は自分にしか見せられないプロレスを見せる、そう語りました森島武です。190センチ160キロの森島、キャリアは12年を数えています。海外編成を経ましてジャパニーズモンスターとの異名を取ります。その森島が今はリングの上で大の字、その森島を起こしていこうという吉江です。さあどうするか、逆水平を放っていく。場内からはモリシーモリシーと森島への声援が多く飛んでいます。まあ、このシングルマッチを熱望していた吉江ですが、今日はあっという間に勝負をつける、そう意気込みを語りました。さあ正面衝突。さあそして森島が何やら不穏な動きを見せている。ニュートラルコーナー、高さをつける、高さをつけるぞ。スカッとミサイル、正面衝突、リングの下に吹き飛ばされました吉江。言葉はいりません、その肉体だけで。この場内まさか飛ぶのか、飛ぶのか、森島飛んだ。160キロ宙に舞う。160キロの巨体がこれほど軽やかに動くところ、我々はこのレスラー以外で見たことがあるでしょうか。吉江は全く動けなくなりました。まずは森島がリングの上に戻ります。右手の様子を確認して場外カウントが5つまで数えられます。今の2発の攻撃、相当なダメージが体に蓄積した。吉江はふらついている、ふらついている。今ゆっくりとリングに戻りましたが、攻撃の手を緩めることはしません。160キロ全体重をストマック、その1点に集中させました。まあ、日本人の成人男子の平均体重が63キロと言われていますので、森島の体重は大人2人、さらには小学生の中学年の子供、この3人分の体重ということになります。その3人分が首に乗ってしまう。ギロチンドロップを見せました。大量の汗をかいている吉江。森島160キロ対吉江150キロのスーパーヘビー対決、8年ぶりのシングルマッチです。肉体そのものが武器だというこの2人。エルボー合戦、森島がロープの反動、あっと体をぶつけていった、そのままカバー。カウント2つ、なんとか返しました。森島、
対角線上に振る。ボディースプラッシュを見せます。さあそして次の一手、おっと抱え上げるのか、抱え上げた、抱え上げた、あーっと後ろにバックフリップ、自分の体重をも乗せていったという吉江豊です。8年前は吉江が勝ちました。しかし8年間で両者ともに様々なその道を、おっと吉江が今度は青コーナー、先ほどのお返しか、森島立ち上がった、森島立ち上がりました。さあ雪崩式の攻撃になるぞ。マットは持つのか、両者が落ちれば合計310キロの衝撃が緑のマットを襲います。重低音、リングが奏でる重低音、有明コロシアムに響きました。さあ森島がバックハンド、ラリアット、倒れない吉江、フラケンバックを取るか、バックドロップ、しかしなかなかその高さは稼ぐことができません。バックドロップを森島より先に放っていったのは吉江豊です。この両者ですが2002年の4月7日ここ有明コロシアムで GHC タッグ選手権で対戦しています。当時力王とタッグを組みまして4代の王者だった森島が吉江を破っています。その時に決めたのがバックドロップ、試合時間は24分7秒2度目の防衛に成功した試合でした。森島が今日バックドロップ、あっとこれも雪崩式に持っていくのか、下から張っていった吉江、これはあっとペットリードライブ、自分の肉体のその重さが逆にあだになってしまうという両者。さあそしてあっと先頭、なんとか左肩を上げました森島。この先頭といったシンプルな技の中に自分の体重その魅力をギュッと凝縮してきました吉江です。髪の毛を掴んでいる吉江はこの森島を倒し、さらにはまだまだノアの中で戦っていない相手、その相手と戦いバックブローをかわした、あと森島バックドロップ、綺麗な弧を描きました。ショッキングピンクの虹がかかった有明コロシアム。さあ森島のバックドロップが火を吹いた、両者大の字です。スペシャルシングルマッチ60分の一本勝負です。8年2ヶ月ぶり2度目のシングルマッチ、吉江は森島の先にベルトも狙っていきたいと語っていました。そして森島はノアという、あと森島はこの試合前予告をしていた、それはムーンサルトプレスですが、あーと吉江が立ち上がりました。その体勢を利用して投げ捨てた森島のムーンサルトプレスは密集に終わりました。ボディースプラッシュ、そのままカバーに行く、肉体と肉体のぶつかり合い、シンプルな技こそ己の体重を最大限に発揮することができます。今度は吉江が青コーナートップに上る、森島が立ち上がる、飛んでいったボディアタック、徹底的にその体を武器にしていきます。かろうじて肩を上げました森島、あ息が上がっています森島です。そういえばこの森島はノアの旗揚げ戦2000年の8月5日第1試合橋誠とのシングルマッチに勝利、その自分の勝利からノアの歴史が始まったと語っていました。ジャーマンスープレックス、クラッチは不十分でしたが十分に投げ捨てた、自分の勝利、この森島の勝利からノアの歴史が始まった、プロレスイコールノアだという試合をしたい、そう語っていた森島たけし。ここまでは吉江のペースに流れを変えていく、エルボーとバックブロー溜めていく、
ロープが絡んだ、体をぶつける。さあどうする、あーラリアット、ふらついてが倒れません。吉江全身をぶつけていきます。肉体言語、肉体と肉体のぶつかり合い。あードロップキック、森島がドロップキック。プロレス界を代表するこの巨大な2人が己の体をぶつけ合っています。試合時間は15分を経過しました。60分の一本勝負です。ラリアット打ち合い、ロープのハンドを使った、あーとカウンター、カウンターのラリアット、振り向きざまにラリアットを放っていきました。さあ森島が決めるか、森島次の一手は吉江が立ち上がるまで待つようです。ロープがたわんだ、ラリアット両の拳を上げた吉江、2発目ならばジャパニーズモンスターが勢いをつけた。ラリアットカウント2つで返した。有明コロシアム、大きな拍手、歓声、どよめき、混然一体となっています。さあ森島バックドロップ、美しすぎる、3つ入りました。160キロの森島が150キロの吉井を下しました。スペシャルシングルマッチ60分の一本勝負、ノアの看板を背負った森島たけしが見事に勝利を収めました。そして勝利をした森島ですが、リングの上に立つことはできません。それだけお互いの体に蓄積したダメージの大きさを物語っています。言葉は必要ありません。肉体と肉体をぶつける、これもプロレスです。16分9秒、最後は鮮やかなバックドロップから森島が吉井を下しました。リング上に戻ってきた森島たけしです。8年ぶり2度目のシングルマッチリベンジ達成しました森島たけし、今勝ち名乗りを受けます。まだ立ち上がれません。吉江ノアに来た大きな理由の一つ、森島とのシングルマッチでした。森島が去らずに待っている、吉江のそばに近づいた。握手をするか、握手をしない、握手はしません。もう一度リベンジを約束した吉江、両の拳を上げました。第5試合スペシャルシングルマッチ、両者合計310キロというスーパーヘビーのシングルマッチは森島たけしが勝利を収めました。そして吉江敗れはしましたが、その表情に笑みを見ることができました。悠然と後にする大きな体、有明コロシアム、この両者のぶつかり合いに大きな拍手を送っています。